はい、どうもハルパパです。今日はですね、こちらのデッキをご覧ください。はい、お分かりだと思うんですけども、穴掘り師ですね。いまいちね、この新カードの、ウルトラレア、3枚出たんですけども、穴掘り師に関してはね、そんなに使えないんじゃないのっていうね、ことをね結構言われてますので、こちらねちょっとご覧いただきたいと思います。お互いにね、この穴掘り師を、所持している状態なんですけれども、はい、ご覧ください。はい、まずね、敵側の攻めをねご覧いただきたいと思います。そろそろ来るかな。はい、ホグライダー出てきて、このように大砲を出すと、大砲を出して処理していくんですね。で、ここからですね、もうすぐ始まりますので、これね結構面白い使い方だなと思います。最近ね、こう今ね、赤騎士さんの方なんですけれども、手札にね、ネクストカードに、ザップがある状態なんですよね。で、このように、プリンセスで、相手のね、アリーナタワーを攻撃していくところを、こちらでガゴでカット。そして、ザップでカットして、ここですね、この穴掘り師を出したときに、穴掘り師にアリーナタワーがターゲットを取るんですよ。そして、赤騎士さんの防衛も穴掘り師に向かうんですけれども、この体力の残り少ないガーゴイルがね、放置されてしまうんですよね。いや、これね、矢の雨を持ってればなんてことなかったと部分だとは思うんですけれども、このなんだろう、ザップでね、こうガーゴイルの、ね、ダメージをねかなり、ね、9割ぐらい削るってやり方ね結構あると思うんですけども、その穴掘り師がね、こうアリーナタワーのターゲットを取ってしまうと、このように一発でね、落とされてしまうんですよね。で、まあ、ここからね、ロイヤルジャイアントで、ね、右側を鮮やかに落としていくんですけれども、まあね、向こうのやり方うまくはまったのか、それか、まあ、狙ったのかはわからないんですけれども、このザップでね、このなんだろう、こうレベルが格差がなければ死滅しないと思うんですよ、ガーゴイルは。なのでこのような使い方って面白いかなと思います。穴掘り師ってだから、その、基本的には、穴掘り師自体の攻撃をメインとするんではなく、まあ、もちろんこれでも削れるんですけれども、それではなく、ターゲットで反らすために、使うのもありなのかなと思いましたね。そのタルゴブとって大いに違う部分っていうのは体力の部分ですよね。穴掘り師レベル1でも1000あるので、そこそこ攻撃には耐えられるんですよ。なのでその間に他でダメージを与えると、穴掘り師が出てくると結局しっかりね、防衛ユニットを出したり対応しないと、矢の雨とかファイアーボールでも死なないので、そこら辺でかなり、何かと掛け合わせたコンボで使い勝手が広がるのかなと思います。はい、結構ねこれでね、見直されるんじゃないかなと思いますわ。まあ、ちょっと今ねタイミング合わなかったと思うんですけれども、そうですね、まあお互いね今右をね、落とし合ってる状態なんですけども、まあこのように、まあロイヤルジャイアントはまあ強いですよね。まあロイヤルジャイアントは強いです。今ね、僕もね、トロアゲロイヤルジャイアントでやってるんですけれども、本当なんだろう、安定して、トロフィー上がりますよね。さあ、ここで穴掘り師。まあ、このようにね、地味にね、単体で出した時も削れるんですよ。まあ、ただね、このね、穴掘り師を攻撃の主軸にしようと考えると、そこまで攻撃力ないので、なんだろうな、攻撃しきれずに終わってしまうことが多々あるんですよね。その、ラバハウンドとか、スパーキーと違って、単体の攻撃力はそこまで求められない。ただしね、ターゲットを反らすという意味では大いに活躍できる場があるんじゃないかなと思いましたわ。はい、このように逆転勝ちするんですけれども、初手のね、ガーゴイルがザップでやられそうになったところを穴掘り師でターゲットを反らすと、やり方ね、ぜひ真似していただきたいなと思って、今日はねこちらをご紹介させていただきました。はい、というわけで穴掘り師、まだまだ可能性があるユニットだと思いますので、皆さん使っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。